プラン秋原です。本日の動画はですね、全日本大学駅伝の予選会についてのお話をちょっとしていきたいなと思います。まあ親と思っている方もいっぱいいるかもしれないんですけども、ポップラインのランニング魂的には初の試みですね。こういう大会の感想動画みたいなやつをねやるのは初なんですけれども、これからはちょっとね、あのザワチャンネルさんとかね、あとハギランチャンネルさんのユーマとかがあのよくやってるようなこの形を、まあうちのチャンネルでもやっていこうかなと思っております。で、大会のまあ順位予想とかね、あの考察とか、あとまあ結果のあの動画とかも、やっていこうかなと思っております。でね、今までずっとやってこなかった理由の一つとしてはですね、なんていうんですかね、僕があのプレイヤー気質なんですよ。あの見るよりやる方が好きというか、あの現役の時もあのあんまり周りの選手の情報入ってこない選手だったというか、うん、でなんかやる方が好き、体動かす方が好きみたいな感じだったので、まああんまり情報系をね今までやってこなかったんですけども、まあ、ある程度のことは詳しいというか、ある程度のことは分かるんですけど、もう深く掘り下げてて、何々大学の何番手が何々くんとか、そこまではちょっと詳しくはないので、僕自身がこれからね、あの見てる方であまり詳しくない人とか、まあ陸上競技にそこまで興味がない人もいるかもしれないので、一緒にねなんか成長していきたいなというかね、あの情報、あこんな選手いるんだとか、あこの選手期待だなとか、あ何分で走ったんだみたいな、まあそこまで詳しくなんなくてもいいと思うんですけども、まあ一緒に見てる人と詳しくなっていけたら面白いんじゃないかなと思い、あのこういう動画を始めたいと思います。だから詳しい人はね、あのこんな選手いますよとかコメント欄にいただけると、まあ、僕も勉強していけるので、面白いと思うのでね、ぜひいろいろコメントとかいただければなと思います。ではまずね、今回の動画の主題ですね、全日本大学駅伝予選会についてなんですけれども、まずねこれは僕大学生の時も経験してるんですけども、まあ走ってはないですよ、見てて、選手にはなれなかったんで見ててのことで、まあ一応知ってるんですけども、いろんな予選会あるんですけど、一番まあ厳しい予選会って言われてますよね。で、なんでかっていうと4組あって、1組で2人ずつ、走れるんですけども、1人も脱落できないっていうね、8人の合計タイムで競われるから、まあ1人脱落するともうその時点で失格みたいな、はい。で、箱根の予選会だとそんなギリギリでもないですし、他のなんか競技会予選会とかもそういうのはないので、一番厳しい予選会って言われてます。で、今回はずば抜けてるところもちょいちょいいるんだけど、まあ下位の方7位までが通過ラインなんですけれども、7位までは混戦なんじゃないかと言われている中始まって、結果確かに混戦だったなみたいな感じらしいです。はい。1位から言うと東京国際、国学院、法政、拓殖、中央、中央学院、日本体育大学まで7個で、次点が8位が駿河台大学、国士舘、山梨学院の、まあ10位まで行くとそこですね。はい、そんな感じだったです。はい。で、僕はまあ YouTube で生放送見てたんですけれども、まあいろんな人がこういう動画出してると思うんですけども、似通った形になるかもしれないですけども、まあ僕なりのなんか面白かったポイントとかも言っていきたいなと思います。まず1組目なんですけれども、國學院のね中西くんが飛び出してね、500m ぐらいかな、500か600あたりで飛び出して、そこからもうずっと独走っていうね、すごい力の差を見せつけたみたいな感じのレースでしたね。で、第2集団で目立ったのが、まあ、アジア、あと拓大、中央、法政が、第2集団2人ずつしっかりこう前の方でレースを進めてるなっていうのはすごく目立ちました。で、6000m 付近で、中央の2人が前に出て動きが出始めます。レースのペースが速くなるとね、集団が縦長になるんですけれども、そこでも中央と法政と中央学院の2人ずつはしっかりね、縦長になっても前の方にいるっていうのがすごく目立ってた。うん。で、この時ですね、実はさっき言ったんですけど、1位通過した東京国際大学の2人が遅れ出してるんですよ、実はね。1組目の 6000m 付近で、6000か7000ぐらいで東京国際大学の、1位通過した2人が遅れ出るっていうね、後から見ると面白いっていうね、
はい、で 9000m で、アジア大学の武井くんかなが、飛び出してっていうのがすごく印象的でしたね。でまあ見てて一組目思ったのは、まあ、一度に難しそうだなっていうね、集団がこうブワーってなってて、その中走ってるのが結構難しいなって、難しそうだなと。 5000m から 6000m 付近でね、一回なんか接触があってこうバーって集団がブワーってなってたりするから大変なんだろうなっていう気がしましたね。で結果國學院、中央学院、中央みたいな順番で、ゴールしてました。僕一組目気になったのは、アジア大学の武井くん、さっきも言ったんですけど、が第二集団ずっと引っ張ってたんですよね。だけどアナウンスでずっと専修大学の野毛くんって言われてたのがめちゃめちゃ気になりましたね。第二集団を引っ張るのは専修大学野毛くんって言われてたんですけど、多分走ってる本人たちはアジアの武井くんは、いや俺だよと、武井だよって思ってて、専修大学の野毛くんは集団のまあ後方の方にいたから、いやいや俺じゃないよみたいな、変なプレッシャーかけんなよみたいな風に思ってたかもしれません。はい、自分がもしそう言われたらそう思います。2組目はね、スローペースでしたね。スローペース 10m でアジアの角田くんで、国士の三代くんかが目立ってました。で3000、4000、5000ずっとスローペース。この組結果、国士の三代くん、まあ国士館、中央法政、中央法政で、東京国際、東京国際の順番でゴールするんですよ。でなるんだけど、この3000、4000、5000、6000、ここら辺、まあ5000ぐらいまでか、5000ぐらいまではもう集団で全くその中央法政、中央法政、東京国際の、2の市の6人は全く目立ってないんですよ。本当に潜めてるっていうか、集団の中に身を潜めてしっかり力貯めてたんだなっていうのが後から見返すと分かります。はい、で 5000m ぐらいから動きが出だしてペースが上がりますね。はい、でここで中央学院の吉田くんがちょっと遅れ出します。中央学院がここでちょっと崩れますね。うん、で7位の予選会通過ラインから1回落ちるっていうね。その後6000で、國學院の木月くんかが飛び出して、さらにペースが上がるんですけれども、ここで8000ぐらいかで、ようやく中央と法政と東京国際の6人が目立つようになってくるんですよね。うん、だから後から見て思うのは、やっぱりしっかりこう集団の中で身を潜めて力を貯めてレースを進めてたんだなっていうのが分かりました。萩原的ポイントだったのが、2組目始まった瞬間にね、女の子のねアナウンスがあるんですけどね、やけにね声が色っぽいんですよ。はい、2組目スタートしました、アジア大学みたいな、なんか分かります、見てください。はい、3組目はね、2組目がスローペースだったのをピシッとこう緊張感を走らせるっていう感じのしっかりとしたペースでスタートしたっていう印象がありましたね。日大の樋口くんかが引っ張ってて、で、國學院、中央学院の、2人が、前の方でしっかりいるっていうのが目立ってたかなっていう、第3組ですね。でここで創価大学とアジア大学がちょっと崩れるんですよ。なんで僕その時におって思ったかっていうと、神奈川大学、まあ僕の母校が神大がね、2組目終わった時点で7位が予選会通過ラインなんですけど、もう全然その圏外だったんですよ。で圏外だったんですけど、上にいたのが、創価とアジア大学がいたんですね。その2つがちょっと崩れ出したから、あれこれ神大ワンチャンあるんじゃないかなと期待を寄せたシーンでしたね。まあ結果ダメだったんですけどね。8000m で國學院の、平林くんかが出たのがすごい印象的でしたね。でまあなんか華奢だなと思って、体がね。で調べたらやっぱ1年生で、うわ1年生でね、3組目まあほぼほぼ準エースが出てくる3組目で先頭ガンガン引っ張っていくって相当調子よかったんだろうなみたいな。あとああいう時って多分気持ちいいんですよね、すごくなんか乗ってるっていうかね、なんぼ走っても疲れないみたいな経験あるんですけど、僕も一応昔に走ってたんで無敵状態みたいな、
マリオでいうスター取った状態みたいな気分だったと思います。はい、すごい気持ちいい。あ、めっちゃ誰もついてこれねえだろ俺にみたいな感じで多分、国学院の平林くんは走ってたと思います。違ったらコメントください。平林くんお願いします。それにしっかり、中央学院の3年生の2人組が、ついてってて、ですごいね、その1年生の国学院の平林くんがすごいノリに乗ってスター状態でもう無敵状態でバーって走ってて、ラスト400もうすげえんすよスパートが。でもうね、このまま1位でゴールするんだろうと思いきや、3年生の意地というかね、中央学院の2人が巻いて、結果中央学院の2人がワンツーっていうね、小島くんと部下くんかかな、うん、がワンツーっていうのがすごかったなっていう印象です。で4組目が最終組で、かっこね、外国人留学生使えるポイントなんですよね。そこでだからまあ上位は圧巻の留学生集団というか、外国人留学生がガンガン引っ張る。で東京国際のヴィンセント選手がねずっと引っ張っていくっていうところの展開で、まあ陸上知ってる人だったら、ああ来たなこの展開みたいな感じでしたね。ちょっと目立ったのが國學院の藤木くんかがしっかりついていくっていうところの積極性が面白かったなっていう。で第2集団で日体の藤本くんが第2集団の日本人を引っ張ってて、その後ろに東京国際の丹所くんかがいるっていうようなレース展開でしたね。5000m ぐらいで國學院の藤木くんが外国人留学生に積極的についていったんですけど、ちょっと疲れてきて落ちてきて第2集団に吸収されていくっていう展開で、結果日体大の藤本くんが日本人トップでゴールしてるっていうところでした。冒頭で言ったんですけど、1位で通過した東京国際大学が戦前予想で1位で通過すると思われてなかったんですよね。いろんな YouTuber の人たちが予想でやってるんですけども、思われてなくて、で結果東京国際が1位で通過してるってところなんですけれども、この4組目のね第2集団にさっきも言った丹所くん、東京国際のがしっかり身を潜めて、さっきも言いましたけど身を潜めているっていうのがすごく重要だったんじゃないかなと思います。そこにいたんだっていう感じ。ヴィンセント選手が先頭でバーってすごい目立ってて、当たり前のようにすごいタイムを稼いでくれるで行ったのかなと思いきや、実はその丹所くんがしっかりその第二集団、日本人トップ集団にいたっていうね事実、これがすごいでかかったんじゃないかなと思います。で、4組目の、萩原ポイントは日本人トップでゴールした藤本くんのインタビューがねその後あるんですけれども、が面白いですね。はい、ハキハキしてて素晴らしいんですよ。素晴らしくハキハキしてるけど、全部インタビュアーの質問を食い気味で答え出すっていうのが全部っすよ。すげえなと思って、なんか質問内容を知ってたんじゃないかっていうぐらい、今回の結果についてはどうも、そうですねみたいな、なんかもう食い気味で答えてるのが面白かったですね。なんかキャラ立ってるなっていう。でインタビュー系でキャラ立ってるのは全然全日本の予選と関係ないんですけれども、法政大学の鎌田くんって子がなんか面白いインタビューで印象が僕は1個あります。箱根とかのインタビューの映像が多分 YouTube とかにアップされてると思うんですけども、お時間ある人は見てくださいっていう感じで 1,2,3,4 組を行っていったんですけれども、こういうね予選会っていうのは事前に大学のその1万メートルの平均タイムとか1万メートルの合計タイムとかいろいろ出てくるんですけど、それは自己ベストの集計なんですよね、各大学の。だから一番調子良かった時をみんな集めた合計タイムだったり平均タイムだったりするので、なんかね事前のタイム合計じゃなくて現状の調子、現状が結果になるっていうのがこういう予選会なのかなって僕は思いますね。もうねレースが終わってるから結果が数字としてパンって見れると思うんですけど、なんかね結果の数字じゃなくてレース状況とか経過を見ていくのが楽しいと思うんですよ。わかりますかね言いたいこと。さっきも言った東京国際の丹所くんが実はこうしっかりと集団の中に隠れてたとか、結果見たらワンツーフィニッシュだけど 5000m、6000m 中盤では全く目立たなくて、むしろなんか集団の前の方にいない
とかね、なんかそういうところを見ていくのがまあ面白いんじゃないかなと思います。まあどうだったでしょうかね。まあこんな感じでちょっと長くなっちゃいましたけども、感想を言っていきました。まあ自分の母校の人大がちょっと通過できなかったのはちょっと悔しかったんですけども、まあ通らなかった大学の方の OB とかね、そういう選手たちも悔しかったと思うんですけども、箱根の予選会に向けてね、しっかりと一歩に集中していくっていう、切り替えて頑張っていただきたいなと思います。そして、通過した大学の皆さん、おめでとうございました。全日本大学駅伝の本戦を、みんなで、期待して見ていきましょう。ということで、ポップライン萩原の大会感想動画でした。また。君と